俺たちの話にハマって抜け出せなくしてやるよ。今お茶入れるからゆっくりして。さっきハチヤが持って帰ってきてくれたものだけど。いちご。こら、サツキ、お客様に出したものは食べちゃダメだって。いいの？僕も未来も食べる。ちゃんとお礼言いなさいよ。お姉ちゃん、ありがとう。ごめんなさいね、子供が多いから騒がしくて。もう夜だし、寝る前に食べ過ぎんなよ。兄ちゃんも食べる？たく、仕方ない。八夜お兄ちゃん、かっこいいでしょ。知ってる？お兄ちゃん、テレビでキラキラしてるんだよ。絵本に出てみたいじゃないよ。お兄ちゃんは本当の王子様だから。むつな。うん。今帰ったぞ。あ、ナナミもバイトから帰ってるか。父さん、お帰り。うん？誰だ？ハチヤのお友達よ。サツキを家まで送ってくれたの。なんだ、芸能人になって一発に彼女でも。ちげえよ。俺にはやることがある。今は他のことなんかに気を向けてられるかよ。その割にはあの藤原の小僧とつるんで最近は楽しそうにしてるじゃねえか。なんじゃねえよ。怪獣なんかされんなよ、俺たち犬塚家の。当たり前だ。おい、あんた送ってく。サンキュー。サツキ送ってくれたれ。まだだったからな。いっ、あん？優しいって、いきなりなんだよ。あんた、よくそんなこっぱずかしいこと、言葉にして平気で言えるよな。びっくりしただろう、俺んち。今時見ねえぐらいの貧乏でさ。親父は工事現場の仕事で毎日今日みたいに遅いし、お袋も朝から晩まで休みなく働いてる。そりゃ7人の子供を養ってんだ。そうまで俺も高校中退してアルバイトしながら兄弟たちの面倒を見て。ああ、同情なんていらないからな。確かに貧乏で大変だが、家族でああして笑って暮らせてるんだ。人に不憫だって思われる筋合いはねえ。けどさ、やっぱり人並みでもいい。金が欲しい。金があれば家族の生活も楽になって。だから俺は芸能界に入ろうと決めた。ななみ、あいつは俺なんかよりも成績が良くてさ、高校や大学に行くべきなんだ。それなのにあいつは絶対俺と同じ気持ちにさせはしない。芸能界で売れれば普通に働くよりも多くたくさん歌ってたくさん稼いで、俺が行けなかった高校や大学に兄弟たちを行かせてえし、親には楽をさせてやりてえ。あんたには関係ない。俺は家族のためにももう一度王子にならないといけないんだ。ねえ
なかった？ウタ、しっかり起きろ。現在開催中の大手レコード3社による全国ボーカルグランプリ決勝戦のグランプリ出場はこちらの3組。二次選考上位組で構成される期待の新生ユニット、クマミューで人気急上昇、シオンプロデュースのボーカルユニットシル、そしてあの有名タレント篠宮権之助の長男セイジ君が所属するデッドオアラ。お母さん、今の聞いた？お兄ちゃんのグループ決勝進出だって。兄ちゃんすごい。兄ちゃん頑張れ。決勝戦は春美進出した3組のイベントの様子、あなたの一票がグランプリを。さつきもお兄ちゃん応援しに行きたい。お兄ちゃんが踊るの見たい。僕も見たい。未来も見たい。いいな、俺もバイトなければ行きたいのに。そんな無理なこと言わないの。で、良平さんも。ああ、犬塚良平さん。なんだ、私はラディアス。ラディアス少し